鬼辛が100なんですけども、なんとこちらのハバネロチキンスープカレー130番相当の辛さがあるということで、ね、もうメニュー表にありませんよと、どうも激辛ジョニーです。今日もみんなの新火をつけちゃうぞ、やってきました。はい、ということでね、今回私は東京は秋葉原にやってまいりました。今回はですね、激辛スープカレーに挑戦したいかなと思うんですけども、スープカレーといえば北海道札幌の誇るソウルフードでございますけれどもね、本場のねスープカレーがこの東京秋葉原でも味わえということで、今回私足を伸ばしてやってまいりました。本日のお店がこちらです。ドン、カレー食堂心秋葉原店でございます。いい名前だねと、激辛ハバネロスープカレー挑戦したいかなと思います。ちょっとね、どんな感じなのかちょっと中入ってみないと分かんないんですけども、早速中に入っていきたいと思います。それでは行きましょう。カレー食堂心は北海道、東京、埼玉に店舗展開しており、札幌本店はミシュランガイド北海道2017特別版にも掲載され、あのタモリさんも来店しています。こちらにメニュー表あります。鬼辛ハバネロチキンスープカレーということで、辛さ100番以上の鬼辛です、ご注意くださいということがこれ書いてありますけれども、スープカレーを頼むときにいろいろカレーの種類を選び、お好みでトッピングを選び、3番目こちら、お好きな辛さをお選びくださいと。辛さなしが0から申しますと、そこから 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,10,10,100 ってこうあるんですけど、これ鬼辛が100なんですけども、なんとこちらのハバネロチキンスープカレー130番相当の辛さがあるということで、ね、もうメニュー表にありませんよと。超えちゃってるんだから、超えちゃってますから、ぶち上げちゃってますから、これを私これ調査するわけにはいかないということでね、心を決めてやってまいりました。スープは鶏ガラ、豚骨や牛骨、玉ねぎなどの8種類の香味野菜、14種類の食材をじっくり10時間以上煮込んでいます。ハバネロチキンスープカレーにはカイエンペッパー、ハバネロの2種類の唐辛子が使用されております。はい、こちらに来ました。ハバネロチキンスープカレーでございます。おお、すごい、なんとも美しい、心のこもったハバネロチキンスープカレー。おお、香りがいいですな。これまたライスがね、白ご飯、白米とね玄米が選べるということで、ね、今回ね玄米、健康にいいですから玄米チョイスさせていただきました。いただきます。さあ、ハバネロチキンスープカレー、お手飲み拝見ですということで、さあまずはねこちらのスープからいただきます。うん、これすハバネロ、これは辛い。ハバネロはね、過去にギネスに登録された唐辛子ですから、ちょっと入るだけでも本当に辛さがバカンと上がるんですけれども、ただ辛いだけじゃない、おいしいね。しかし辛い、うん、スープカレーといえばこれ野菜ですから、野菜新鮮でね、美味しそうです。人参、いただきます。おいしい、チキンが骨からスルリと抜け落ちてきました。まさに骨抜きですよ。柔らかい、このチキンは。見てください、このプルプルチキン、うん、うん、口の中が激痛でございます。はい、こちらじゃがいも丸々1個、うまそうだねこのじゃがいも。うん、うん、うん、すごい汗かいてきた。ハバネロは過去に世界一辛い唐辛子としてギネスに登録された唐辛子。猛烈に辛いだけでなく、柑橘系のフルーティーな香りがあると言われています。ですのでハバネロは鶏、牛肉料理やカレーなどに使用することにより、料理のうまみを向上させることができます。逆に日本食のうどんなどの淡白な風味の料理に用いると、ハバネロの風味が勝るので使用には注意が必要です。名前の由来はキューバ共和国のハバナにちなみ、スペイン語でハバネロはチュイアバネロ。
骨付き肉のこの軟骨の部分も柔らかくてボリボリ食べられちゃいます。ボリボリ食べられちゃいます。尋常じゃないぐらい汗かいてきましたこれ。店名心って言いますけども、これイントネーション気をつけてくださいね。これ心じゃなくて心です。トトロみたいな感じですね。心ほんとすごいね。もう汗全然止まんないんだけど、こちらの玄米はね、この白米に比べるとちょっとこう弾力というか食感が僕好きですね。しかも玄米は体にもいいですから栄養満点。じゃあラスト、よし。うわ、最後が一番辛いね。ごちそうさまでした。それでは辛さレベルの発表していきましょう。カレー食堂ココロ秋葉原店さんのハバネロチキンスープカレー、辛さレベル8です。おはようございます。8でございます。旨味も損なわずにこの辛さがドカンと上がると、旨さも辛さも文句なしということでね、寒い地方の札幌とかではね、こういったこうスープカレーを食べて、マグリのね冷え切った体を温めると本当に身も心も温まりました。